中村、浅村、バッティングフォーム解説。中村選手は予備動作が小さくコンパクト、浅村選手はゆったり大きくテイクバックを取って反動を使う。中村選手は体重移動をしていくときも軸足の股関節に乗せ続けられている。ここが抜けると地面を押せない。浅村選手は全股関節に乗せるのが早いが、それに上半身が引っ張られることなく捻転差を作れている。中村選手はヘッドが体から離れずにグリップから出しに行けているのがすごい。2人とも前足で壁を作れている。また両手で五角形を作れている。これが力の伝わるポジション。軸足には体重を残さない。頭を後ろに残す。